今日みたいな天気の日はなんだか辛いものが食べたくなるよな。ピリ辛料理のことを考えるだけでいへへよだれが出てくるぜ。辛い料理といえばまず思いつくのが黒瀬スズキの唐辛子煮込みだな。よし、今日は万民堂でご飯を食べようぜ。おーい、やってるか。あれ、旅人とパイモン。よう、旅人じゃないか。久しぶりだな。今日は何が食いたい。黒瀬スズキの唐辛子煮込みだ。はいよ、そこで待っててくれ。すぐ作ってやる。ありがとう、ウー師匠。ちょうどあなたたちのことを考えてたところなんだ。へへ、私たちの心って通じ合ってるのかもね。あ、なんだ、シャンリンはオイラたちのことを探してたのか。うん、ちょうど相談したいことがあってね。ここに来る途中に街中を見たでしょ。今、ビーユエは月酔い祭の準備をしてるんだ。月酔い祭、それもリーユへの伝統的な祭りなのか。そうだよ。月酔い祭は私たちリーユエ人が秋の名月を祝うための大きなお祭りなの。おじいちゃんやおばあちゃんたちの話によると、数千年前の仙人たちはこの時期に先導を追い求めてたんだって。今は昔と違って月酔い祭期間中はたくさんの美味しい料理を食べて友人や家族と会い、月や花を鑑賞するって感じに、そんな大層なものじゃなくなったんだけど、でもみんなが楽しめるし、その方がいいよね。オイラにとっても楽しそうな祭りだな。パイモンは美食家だからきっと月酔い祭を満喫できると思うよ。どい、オイラの味覚に何か問題があるっていうのか。そうだ、二人とも今時間空いてるかな。私、今年の料理王決定戦に参加するんだけど、二人には私の相談役になってほしいの。それはいい。友達からの助言は新しい発想を与えてくれるもんだからな。料理王決定戦？リーユエにはそんな大会があるのか？ああ、そっか。まだ知らなかったんだね。毎年月酔い祭にはテーマがあってね、七星がそれを決めてるの。今年のテーマは食と山河。七星はテーマに合った催しを、つまり料理大会を開こうとしてるってわけ。食と山河、美食と故郷の景色か。いいテーマだな。うん、私もそう思う。陽光さんが考えたんだって。さすがだよね。あの人って普段からいろんなこと考えてるみたいだし。料理王決定戦に参加したいんだけど、実を言うと新しい料理が全く思いつかなくて、これだっていうものがあってもそれを毎回味見するのも大変だし、あれこれ悩んでたらどれがいいのか分かんなくなってきちゃってね。そこで2人には料理のアイディアを集める手伝いをしてほしいの。普段の考えに縛られることなく、いろんな人から話を聞いて、今回の料理にはさまざまなアイディアを詰め込みたいんだ。お安い御用だ。オイラたち友達が多いから楽勝だよな。お、自信満々だね。ひひ、それほどでも。じゃあ注文したものを食べ終わったら、リーユへの友達を探してそいつらに話を聞いてみようぜ。うん、期待してるよ。グオパーが戻ってきたらみんなで出発しよう。お待たせ、黒瀬スズキの唐辛子煮込みだ。うわ、いい匂い。遠慮せず食ってけ。こういう天気の日はピリ辛料理がぴったしだな。うちのシャンリンは世話が焼けるだろう。外にいるときは
どうか面倒を見てやってくれ。もうお父さん、そんな言い方ないよ。お前のことは俺が一番よく知ってる。外で好き放題せずに旅人のことをよく見習うんだぞ。安心しろ、オイラたちは友達だもんな。助け合うのは当然だ。ゴーパーが戻ってきたみたいだね。外ででんぐり返しして遊んでるみたい。じゃあ準備ができたら出発しようぜ。面白いアイデアだったらフータオに聞くのがいいんじゃないか。きっとあいつならオイラたちの期待を裏切らないと思うぞ。フータオのところに行ってみよう。ん？誰か私の名前を呼んだ？なんとパイモンちゃんと旅人じゃない。それにシャンリンも。確かにフータオなら適任かも。話が見えてこないんだけど、私に何か頼みたいことでもあるのかな。フータオ、あなたの好きな料理を教えてくれる？料理？突然そんなこと聞かれてもパッと答えられないな。フータオも言葉に詰まることがあるんだな。珍しい。どんなにお利口な鳥でも閉店時間があるのは当然でしょ。私もそうなの。鳥閉店、早速何言ってるんだ。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。今いろんな人にそれを聞こうと思ってるの。なるほどなるほど、新しい料理でも作ろうとしてるの。それならあまり変な料理は作らないでほしいかな。水煮魚、それからエビ蒸し餃子があれば十分。水煮魚にエビ蒸し餃子、なんだか普通すぎじゃない？普通だけど普通じゃないよ。考えてみて。水煮魚は熱々ピリ辛で銅の料理。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は聖になるの。どう？わかるかな？どう？あ、動く料理は得意だよ。キノコとスライム。そういうのじゃないって。料理は物でありながら独特な雰囲気があるでしょ。水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激する。つまりどう？エビ蒸し餃子は透き通っていて優雅な香りを漂わせてる。つまり聖。銅と聖を組み合わせることで梅にウグイスのように絶妙な仕上がりになるんだよ。理屈はよくわからないけど、なんだかそれっぽい。銅と聖が相まって絶妙な仕上がりに。野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことか。その通り。ただ食事には甘いものが出ないこともあるからね。その部分は私がうまく簡略化しておいてあげたよ。そういうことだったんだね。最初は冗談に聞こえたけど、うん、いいヒントになるかも。さすがフータオ、ありがとう。でたらめな理屈を言うことに関しては講談師もフータオには勝てないだろうな。まあ褒め言葉として受け取っておくよ。ほう、やっぱり旅人は分かってるね。天地万物生じる天、味覚いろいろ、それぞれに規則があるの。分かる人には分かるんだよ。これが旅人もそういうのなら、これはちゃんと参考にしないとね。じゃあフータオへの質問はこれくらいにして、次はフボクロに行こう。フボクロ、まあ、あそこの人なら面白い答えが返ってくるかもね。面白い情報があったら私にも教えてよ。あ、二人ともどうしたの？おや、珍しいね。今日は暇なのか。どう？白術が変な声になっちゃったぞ。こら、首を見ろ。あ、なんだ、長生が喋ってたんだな。
皆さん、今日は薬をもらいに来たのですか？いや、今日はお前らに話が聞きたくてな。料理について質問しに来たんだ。私、今度料理大会に参加するの。そこで二人に、あ、いや、三人の好きな料理を教えてもらいたいんだ。へえ、小娘にしてはよくわかってるじゃない。わかった、手伝ってあげる。好きな料理？全部同じ味しない。ナナの味覚には少し問題がありまして、味がわからないのです。皆さん、どうぞお気になさらず。大丈夫、そのことは私も知ってるから。それでもナナにだって好みはあるでしょ。どんな感じの料理が好きなのかな、教えてくれる？どんな感じ？食感？食感はある。冷たいココナッツミルクが好き。ココナッツミルクは飲み物だから参考にならないよな。あなたたちは好きな料理を教えて。私は食べやすい肉料理が好みだ。私も長生と同じですね。ただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人で、そういった人たちにとって大きく切り分けられた肉や海鮮は噛みにくく消化に悪かったりします。料理を細かく切り分けていればそれもだいぶ良くなるんですけどね。それから風邪をひいた方や喉を腫らしてしまった方も多くいらっしゃいます。そういう方々ですと脂っこい料理は食べにくいので、栄養面も考慮しつつ汁物をよく勧めたりしていますね。なるほど。例えば薬膳料理とかかな。薬膳は苦手。すみません、ここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので少々考えが偏ってしまいましたね。もっともそうなったのもここ最近の気候変動が原因なのですが。でも参考になる話だったと思うぞ。季節のことを考えて、さらに年齢問わず美味しいと感じる料理がいいのかもな。薬膳料理は家庭料理よりも栄養を考えて作られてるの。普段私は薬に重点を置かないけど、今回は大会だからね。味と健康をうまく両立すればきっと評価も上がるはず。深みがあればもっと良くなる。みんな喜んでくれる。とっても参考になったよ、ありがとう。役に立てて嬉しい。さすが先生だね、視点が違うもん。すごく勉強になったよ。そんなに褒めないでください。人からの助言をちゃんと聞くとはいい料理人だ。シャンリンは料理の研究が大好きだし、まさに料理に人生を捧げてるって感じだよな。人にはそれぞれ趣味があるでしょ。私の場合はそれが料理だっただけだよ。いつもは一人で新しい料理を考えてるんだけど、今回はいろんな発見があって楽しいな。絶対みんなが驚くような料理を作ってみせるよ。ためになる話が聞けてよかったな。よし、この調子でどんどん聞いていこうぜ。変わった考え方をする人、思いやりのある人には聞いたから、次は舌が肥えてそうな人に聞いてみよう。ココナッツミルク飲みたい。食と薬は切っても切れない関係にあります。大昔の話になってしまいますが、詳しく説明すると。そこまで、誰もそんなこと聞いてないって。あら、旅人とパイモン、それにシャンリン。久しぶりね。お、あんたらか。どうしたんだ？何かあったの？地面に大きな石があるぞ。話すと長くなるの。ひとまずこの得体の知れない石は私に任せてくれるかしら。異論はないわよね。国政の仕事は早くて丁寧だからな。
もちろん異論なんてないさ。その言い方、私の手腕に不服があるように聞こえるんだけど。おいおい、国政は雨風の中いつも外をかけてるだろ。あんたとはだいぶ違う。それにこの件についてあんたは初めから気にしてなかった。そう向きになるなって冗談よ。あなたが私の冗談を真に受けるから旅人が変な目で見てるじゃない。そんなことないわ。石のことが気になるんでしょ。なら大航海士の北斗船長に教えてもらうといいわ。この女まあいい、見てみろ、大きな石だろ。それに表面もツルツルだ。多分中にはお宝が眠ってるんだと思うぜ。これは漁師が浅瀬で釣り上げたの。見た感じ何年も海の中に沈んでいたようで、海流によって表面が磨かれたみたい。私物化できないような代物は公的機関に届けられるわ。私たちのところにあれば彼らも何かと安心できるしね。石の中には何があるの？割ることができないか、刀とか棒でいろいろ試してみたんだけど、びくともしないのよ。この石、見た目以上に頑丈みたい。刀や棒でもびくともしない石。ここまでの話を聞いた感じ、なんだかすごそうだな。で、意外にも国政がこの巨大な石を気にしていてね。だから彼女に任せることにしたの。とりあえずこのことはまた後で考えることにするわ。それより君たちはここに何か用でも？おお、そうだった。実はここにいる全員に聞きたいことがあるんだ。まさか何か大変な事件でも起きたの？そういうのじゃないよ。もうパイモンってば大げさなんだから。ここへは食べ物の好みを聞きに来ただけなの。食べ物？いきなり変な質問ね。私の好みは簡単だわ。清、寒、純、彩であれば十分。それって簡単なのか？4文字でまとめられるのだから簡単じゃないかしら。海の上で数週間過ごせばそのわがままな金持ち気質を叩き直せると思うぞ。北斗姉さんは？私か？新鮮で熱々な料理なら何でもいい。それが辛ければなおよしだ。酒のおつまみは？もちろん好きだ。私はやっぱり海鮮が一番かな。なるほどなるほど。海鮮と熱々料理、そして青函純菜。そうとも限らないよ。旅人、エビのポテト包み揚げって知ってるよね？あ、大好物だわ。この料理はエビをきれいに洗って細かく切ったジャガイモで包んだ後、鉄鍋を使って油で揚げるの。創意工夫が凝らされた料理なんだ。精巧な見た目で、盛り付けは簡素、香りは芳醇で、作るには繊細な技術が必要。陽光さんが言ってた4文字ともぴったりだと思う。なんだか料理に対する理解が深まってきたな。あの有名な言葉ってなんだっけ。いかに変化しようともその本質は一つってやつだな。まさにその通りだわ。エビのポテト包み揚げは美しさと味を兼ね備えた素晴らしい料理よ。うんうん、なるほど。国政はエビのポテト包み揚げが好きなんだね。そこまでは言ってないわ。国政の好みを聞けてよかったな。よし、3人の意見を聞けたね。みんなありがとう。ちゃんと参考にさせてもらうよ。ところで旅人とパイモン、この後空いてるかしら。私と一緒にこの石のことを調べてほしいの。おお、人にはそれぞれ得意分野があるしな。その点
オイラたちは調べ物が大得意だから任せろ。私たち七星にはこれについて漁師に説明する義務がある。それに私も個人的に確認したいことがあってね。だから君たちみたいな頼りになる助っ人に手伝ってもらえるとありがたいの。月酔い祭の由来はもう知ってるわよね。この伝統ある祭りについて私は別の考えを持ってるわ。私の祖父はね、リーウェの伝統文化を研究する学者だったの。祖父の手記を読むと、古代のリーウェにはかまど神なるものがいて、人々は決まった時期になるとこの神を祀っていたと書いてあった。かまど神に関して記された本はもともと少なく、内容も非常に錯綜しているわ。かまど神は岩王帝君だと主張する学派もあれば、別のものだという学派もある。さらにかなり昔の人々がかまど神を祀った祠を見つけたんだけど、そこには心臓がなくて表面が滑らかで巨大な石が置いてあったっていう奇妙な逸話もあるの。その巨石は後の輸送中に紛失し、今も所在が不明でね。そして偶然にもこの石が同じ特徴を持ってる。もしかしたらこれは当時亡くなった石なのかもしれないわ。祖父は古文書を長年研究し、かまど神を祀った行事がかまど神祭と呼ばれていたのでないかと仮説を唱えたわ。そしてその祭りは月酔い祭の元となっているものかもしれないの。それを証明するためにはかまど神の正体を知る必要がある。岩王帝君が亡くなった今、リーウェは人間が治める時代へと移り変わったわ。岩王帝君がそうであったように、子孫である私たちも文化ある伝統を大切にしなければならない。だからこれは私がやるべきだと思ったの。正しい歴史を知り、伝統を広め、祖父の仮説を立証することもできる。まさに一石三鳥ね。この石が私たちの元に届いてもう 2,3 日になるわ。これが釣り上げられる前に、私たちは今年の月酔い祭のテーマを食に決めていてね。もしかしたらこれは典型なのかもしれない。なんかすごいな。さすが国政。大丈夫だよ、大事な用なんでしょ。私のことは気にしないで。私はただ、おー、いいこと思いついた。ちょっと、いきなり大声出してどうしたのよ。国政、私も連れてってよ。けど、かまど神の調査なら料理に関する手がかりが見つかるかもしれないでしょ。もしそれが料理大会に使えるものだったら、アイディアとしてはこれ以上のものはないもん。お願い、一緒に連れてって、きっと役に立つから。そこまで言うのならいいわよ。本当にありがとう。国政って優しいね。じゃあ早速出発するわよ。警察層には古書が数多くあると聞いたわ。まずはそこに行って話を聞いてみましょう。よし、それじゃあ警察層へレッツゴー。先ほどは少し誤解があったかもしれないわね。私だって毎日玉境内やリーウェイ港を見て回ったりするのよ。ふん、ただ太りたくないだけだろうが。弱心ばあちゃん、聞きたいことがあるんだ。警察層に古書はあるか。すっごい古いやつ。古書かい。確かあそこに飛雲商会の古い倉庫があるんじゃが、あの中には家に入りきらなくなった本がたくさんあるそうじゃよ。飛雲商会の坊ちゃんも時々ここに来て本を読んでおる。飛雲商会の坊ちゃんって行く秋のことかしら。あいつの家の倉庫か。行ってみようぜ。泥棒、誰か助けてくれ。ん？あっちから声が。助けに行きましょう。書庫の掃除をする日に限って、まさか泥棒に会うなんて。
助かりました。僕は大丈夫です。おや、その服装からすると君は旅人ですか。それにそちらは国生さん。お会いできて光栄です。そうかしこまらないで。ここは飛雲商会の古書を保管している倉庫だと聞いたんだけど、かまど神に関連する古書があるかどうか知っているかしら。かまど神、あれ、かまど神は岩王帝君だと聞きましたが。え、そうなのか。研究者の友達から聞いた話です。料理に必要な炉の火はかまどによって燃え上がり、そしてかまどは岩石の積み重ねによって作られたもの。これを岩王帝君の恩恵だと信じる人がいます。そういった方々は岩王帝君がかまど神だと思い込んでいるようです。確かに一理あるわ。それに関する書籍は何かあるのかしら。それは私に聞かれましても、坊ちゃまに聞いてみます。僕に何か聞きたいことがあるのかい。ちょーん、それにゆくあき。やあ、こんにちは。二人ともどうしてここに。暇だったからね。ここで本を読もうかと思ってチョウンと一緒に来たんだ。僕はただついてきただけだ。まさかユウヘン国生もいるとは。何か重要な用事でもあるみたいだね。ゆくあき坊ちゃま、聞きたいことがあるんだけど、この書庫にかまど神に関する書籍はあるかしら。この書庫の整理をしたのは僕だからね。所蔵されてる本はある程度把握しているよ。僕の記憶が正しければ、この書庫にあるリーユエ神話周囲という本の中にかまど神のことが書かれていた。それ借りることは可能かしら。ああ、もちろん。よければ僕が案内しよう。アショ、ここは僕に任せて、君は自分の仕事に戻ってくれ。見つけた。どうだ、探してた内容は見つかりそうか。うん、ゆくあき坊ちゃまの記憶力は大したものね。リーウェ神話周囲にはかまど神に関する記載があったわ。ただ本には竜のような体躯であり、太陽を覆うほどの長い尾を持つ、爪は火を操り人間に知恵を授けた、この恩寵を受けし凡人は火によって食材を調理し暮らしを良くした。竜のような体躯、岩王帝君の伝説と一致するね。ええ、でもかまど神に関する内容はこれのみ。もっと知りたければさらに調査が必要みたい。書庫からは他に手がかりが見つからなさそうだわ。他を当たりましょう。僕の家は砲術の家系だ。かなりの数の古書を所蔵しているのだが、かまど神と聞いて少し思い当たる節がある。かつて霧州に現れたという伝説があるそうだ。真偽は不明だが。本は人が書いたもの。人の考えがそのまま本に記録される。考え方は人それぞれだ。だから本にある記述もそれぞれ異なる。残念だけどこれ以上は力になれそうにない。ううん、十分よ。リーウェは広く神秘に満ちている。かつて存在していたものであれば必ず痕跡を残すわ。根気よく調査していけば何かを得られると思う。二人ともありがとう。私たちは他のところを探してみるわ。ちょっと待って、私も聞きたいことがあるの。ゆくあき、チョウウン、あなたたちの好きな料理を教えてくれないかな。料理、まさかあの料理王決定戦に参加するのか。そうだよ、そんなに驚くことじゃないと思うけど。シャンリー、あの大会はとても重要なものだ。頼むから変な料理で参加しないでくれよ。変な料理って何よ。キノコとスライム炒めのことじゃないかな。確かにキノコとスライム炒めの評判は悪かったけど、だから頑張っていろいろ調査してもっと理解を得られる魅力的な新しい料理を作りたいの。そうだったのか。
それなら僕は霊彩がいい。それって超運は熱くて辛いものが食べられないからだろう。確かにそうだね。僕は薄味が好きだからさっぱりとした料理がいい。旬の野菜を使った汁物、魚介の蒸し煮、煮物、このあたりが好きだな。オイラのイメージとぴったりだ。ふむふむ、行く秋は薄味派ね。覚えておくよ。それぞれの好みを言っただけだけど、本当にこんなので参考になるのか？もちろんだよ。みんな私のお客さんでしょ。お客さんに笑顔を届けるのが料理人の使命なんだから。シャンリンは新しい料理を作るときによく突拍子もないことをするけど、その初心は変わってないんだね。美味しい料理を作れる料理人はきっとシャンリンのように純粋で心豊かでお客さん思いの人なんだろうな。いきなり褒めるなんてなんだか照れちゃうよ。ああ、時間を取らせちゃってごめんね。聞きたいことはこれで全部だよ。調査の続きをしよっか。国生、次はどこに行くんだ？そうね、かつてかまど神は霧州に現れたと言っていたけど、今の霧州は誰も訪れない荒野なのよね。近くに防除旅館があるからそこで話を聞いてみましょう。それじゃあ、うまくいくことを祈ってるよ。頑張ってくれ。もし何か困ったことがあれば手伝うからな。よし、防除旅館へ出発。今日はどの本を読もうかな。長雲、一冊選んで朗読してくれないかい？そうすれば僕は頭を使わなくて済むからさ。それは読書家としていいのか？ダメかい？じゃあ僕が朗読してあげよう。この本はどうかな。愚かな男と女のたわいもない話。行く秋、お前の家の書庫ってなんだか妙な本が多くないか？実録、極境台の裏社会で使える技術、これならどう？なんだそれは。原章を見つけたぞ。旅人、そしてお前たちは？オイラたちの友達だ。シャンリン、グーパー、それに国政。国政、リーウェ七世のあの。こんにちは。いやいや、俺のような一般人が幽閉みたいなお偉いさんと会うことなんてないから。健康的な体に筋肉質な手首、そして誠実そうな目、腕のいい料理人っぽい。わざわざ防除旅館に来るとは何か用事でも？ええ、実は。なるほど。一説によると、かまど神は霧州に姿を現したことがあるの。防除旅館はここ一帯で最も歴史ある建物だから、それに関する古書があれば保管してある可能性も高いでしょ。それでこの旅館に書庫があるか教えてほしいの。それとその中にかまど神に関するものがあるかどうかも。ああ、そういえばうちには古書が数多くあるな。俺もその中からレシピを掘り出したことがあるんだ。ただその古書がどこにあるのか思い出さないと。ちょっと探してみるから、ここで待っててくれ。そうだ旅人、お前に相談したいことがあるんだ。え、まさかモラを取るつもりなのか？俺らの仲だ、モラはいらん。ただもし時間があったら満足サラダを作ってほしいんだ。どうして満足サラダを？旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。声が大きい、聞こえたらどうするんだ。おお、すまない。とりあえず誰のことかお前らが分かったならいい。オーナーにあいつの面倒を見ろって頼まれたんだ。だが彼は毎日のように外へ行ったり野宿したりしていて、それが難しくてな。
杏仁豆腐以外あまり口にしないし、オーナーから聞いたんだが、お前の作った満足サラダをかなり気に入っていたようだ。どうやって作るのか教えてくれないか。俺も作れるようになりたい。ショーのために作るのか。お前いいやつだな。まああいつはずっとここにいるんだし、悪くはしないさ。じゃあ早速探してくる。待っててくれ。ああ早めに頼むぞ。ありがとう旅人。こちらへどうぞ。ええ、ありがとう。国生が本を読んでる間、オイラたちは満足サラダを作ろう。その間、シャンリンはどうする？私もその料理をすっごく習いたいけど、みんなここを離れちゃうなら、私は国生に付き合うよ。じゃあ、オイラたちは行くか？そのまま作ってくれ。俺はここで見てる。一回見れば大体は覚えられるはずだ。これでよしっと。ふむふむ、そういうことね。本の内容が難しい。よし、バッチリ覚えたぞ。感謝する。手順はもう大丈夫だよな。もちろんだ。これでもこの辺りで一番の料理人だぞ。じゃあ、国生と山林のところに戻ろう。国生、山林、戻ったぞ。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ、その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかも、かまど神に関して意外な記載を見つけることができたの。本には、北西200里先に霧州が位置する。そこには多くの集落があり、人々は狩猟や農耕、織物などをして暮らしていた。かまど神が降臨した時、かの者は一から幾千万もの体に分かれ、無数の童子の姿となった。星が大地へ降るように、その者たちは人々の住まう地に散ると火を起こし、食の手助けをした。民はこうして火を手に入れ、温かいものを作り、米や汁を食し、獣の肉を焼くようになった。これはリーウェ神話周囲の内容と全く一致せず、矛盾する点が多いわ。一から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ？かまど神は何人もいるのか？文字通りだとそういうことになるわね。人々の住まう地に散ると火を起こし、食の手助けをした。かまど神は料理を手伝ってくれるってこと？民を大切にする神のようだ。今二つの手がかりが矛盾してるけど、どっちを信じるべきなんだ？調査を進めてから結論を出すことにしましょう。貴重な本を読ませてくれてありがとう、元将。いえいえ、とんでもない。逆に旅人にいろいろと助けてもらったし、いつもお前らには世話になってるな。今日はちょうど手が空いてるから、みんなにおいしいものをごちそうしたい。どうだ、用事は食事が済んでからでもいいだろう。はあ、この人料理の腕に相当な自信があるみたいだね。彼みたいな料理人はきっとおいしい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ旅人、この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね？断りにくいわね。問題ないわよ、元将。どんな料理か期待しているわ。じゃあ少し待っててくれ。みんなこっちこっち。ここに慣れてるのね。私とグオッパーはこの席がいい。ロロロロロ、待たせたな。料理が全部完成したぞ。匂いを嗅いだだけでわかる。この人、私のいいライバルになりそう。おお、いい香り。食事を売りにしてない宿に
これほどの料理人がいるなんて思わなかった。泊まるにしても休憩するにしても美味しい料理を拒む人はいない。ここは名目上は旅館だが、実際には家にいるような感覚で過ごしてもらうため全てを兼ね備えているんだ。それじゃごゆっくり。俺は厨房に戻るよ。元将は今年の料理王決定戦に参加しないの？あ、もしかしてお前も？うん、参加するよ。それに決勝まで残るつもり。あなたの料理とっても美味しいから、決勝戦で会えるのを楽しみにしてるよ。はは、面白い。よし、決勝戦でまた会おう。まさか今のって宣戦布告？それよりも好敵手に出会えたという感じがするわね。うん、彼は本当に腕のいい料理人だと思うよ。作ってくれたものも美味しいし、料理から堅実さが伝わってくる。対戦相手として申し分ないね。それに清泉町のブロックさんとの勝負以来、まだ誰とも料理対決をしてないからうずうずしてたんだ。そんな大げさだよ。我、クオパ、何やってるの？あ、その子が食べてるのって国生の好物を盗み食いしないの？そんな、私のエビのポテト包み上げ。あ、しかも一つも残さず食べちゃった。もう外にいるときはいい子にしてって言ったでしょ。ごめんね国生、後で弁償するから。大丈夫だって、もう一人前頼めばいいだろ。今日は元将のおごりだし。それは違うの。その時食べたいものが食べられなかったら別のものを用意しても、その残念な気持ちを補うことはできないでしょ。美味しい料理は感情、食材、雰囲気が一つになってこそでしょ。どれか一つが欠けたらダメなの。確かにそう言われてみればかなり的を射た考えかも。国生、今すぐ弁償してあげるから何が食べたい？食べたい食材とかある？好きなものを教えてくれたら手に入れてくるよ。過度な期待をしたら悪いし、彼女を困らせるのも私の本意ではないわ。ここはこの子の気持ちを汲んであげて。それなら作ってもらいたい料理があるの。祖父の手記に書かれてた古いレシピなんだけど。問題ないよ、私に見せて。リーウェ校に戻ったら渡すわ。旅人、もうお腹いっぱいになったかしら。それならリーウェ校に戻りましょう。手記を取ってくるから。私は家に帰って手記を取ってくるから、後で万民堂で落ち合いましょう。うん、なら私も準備してくるね。旅人はこの辺を見て回ってる？それとも店の中に入って休憩する？ちょうど彼女に伝えたいことがあるの。シャンリンは先に用事を済ませててくれる？はい。旅人、こっちへ。そのシャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら。国生、そんなことで悩んでたのか？おかしいかしら。なんでそんな目で私を見るの？国生は有能で自信があって何でもできる感じがするから。そんなことないわ。シャンリンはいつも温かく迎えてくれるし、特に今回は私を助けてくれたでしょ。いわゆるその友達というか。とにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの。旅人、教えてくれない？そう礼を言うわ。それじゃあまた後で会いましょう。国生、照れてたな。いつもの国生からは想像できない悩み事だったぞ。おーい、
少し座って待っててくれる？私は荷物を準備するから、食材が足りてるかも確認しないと。お、もう聞くのか？どうしたの？お前が聞くんじゃなかったのかよ。オイラに丸投げするなんて。まあつまりさっき防除旅館でシャンリンと国勢が仲良くしてるのを見たんだけど、国勢のことどう思ってるんだ？そうだな、国勢はいい人だし付き合いやすい性格でしょ。誰だってこういう人とは仲良しになりたいと思うけど。お前すごいな。オイラが初めて国勢に会った時なんか気難しそうなやつだと思ったぞ。そうなの？私は最初からいい人だと思ってたよ。さっきも王女旅館で国勢がこっそりクオッパーに美味しいものを食べさせてあげてたのを見たしね。気づかなかった？いい人なのは分かってるぞ。ただ第一印象でそれに気づけたのか？第一印象、貝は食べたことある？貝って開けにくいけど焼くととても美味しいでしょ。貝ならたくさん見てきたけど焼いたのは食べたことないな。じゃあ今度私が焼いてあげるね。つまり国勢もそれと同じだよ。第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど、接していくうちに優しい一面が見えてくるの。それにグオーパーに料理を盗み食いされたにもかかわらずグオーパーの面倒を見てくれるなんてすごく感謝してるんだ。なるほど。なあオイラ分かったんだけど、シャンリンって直感で動くタイプだし、だから最初から国勢と距離が近かったんじゃないか。人参とカニが残ってる。それとハムとキノコも。国勢はどんなレシピを持ってくるんだろう。あれ、なんか急に外が騒がしくなったぞ。何かあったのかな。あ、大きな鳥。あの白いのって。無礼な。白いのとはなんだ。わらわにはちゃんと名がある。龍雲尺風神君だ。龍雲尺風、仙人みたいな名前だね。なかなかに鋭いな小娘よ。よくぞ見抜いた。先ほどの無礼は目をつぶろう。旅の者、久しぶりだ。なんだ、月酔い祭のためにリーウェを駆け回っているのか。名高い旅の者がこの月酔い祭に参加するとは、今年の祭りはなかなかに侮れない。食と参賀のこと？そうだ。月酔い祭の期間は旬の食材が食べ頃となり、美食を味わうのに絶好の機会だ。君たちが祭りを多彩に飾りつける姿を見て、わらわもじっとしていられなくなってな。美食と料理を作ることに関して、わらわの腕と発想は誰にも負けぬ。仙人たるわらわの神髄を込めた新たなからくり調理神器を世に見せつけてやろう。からくり調理神器って何？からくり調理神器ってなんだ？まあそう焦ることはない。わらわはただ挨拶に来ただけだ。時が来ればおのずとこれが何なのかわかる。それと旅人、君は食に関してなかなかの見識を持っているようだ。その時が訪れたら、わらわが意向を放つための力となってほしい。協力してほしいってことか？
理解したならそれでいい。司祭を言うまでもないだろう。要件は伝えた。属世の地に長くとどまることはできない。わらわからの将兵を待つがいい。ではまた会おう。なんていうか風のような女性。あ、いや仙人じゃなくて船長だったな。さっきの鳥すごい方みたいだね。料理もできるなんて。そうだぞ、あいつは美食家なんだ。ここに集まって何してるの？仙人ならもう行ったみたいよ。国政戻ってたのか。待たせちゃったわね。シャンリン、これが祖父の残した手記にあったレシピよ。原本は家の外に持ち出せなかったから書き写したのを持ってきたわ。けどもともとこれは祖父が古書の中から見つけたものなの。その古書自体かなり古いものだから、ところどころ内容が欠けててね、レシピも完全じゃないみたい。それで分かればいいのだけど。おお、早速確認してみるよ。どれどれ。なるほど、後で試してみるよ。頼んだわ。あれ、皆さんここでどうされたのですか？この声は。お話中失礼します。私もちょうどこの辺りで買い物をしていたところ、騒ぎを聞きつけまして見に来たのです。竜宇釈風神君のことかしら。さっき私もあの方を見たわ。街中に突然現れるなんて、なんというか人騒がせな仙人ね。国政さんも彼女を見たのですか？あ、少しお時間をいただけますか？お聞きしたいことがあります。どうしたの、関羽？何か急な仕事でも？いいえ、仕事とは関係のないことです。私がお伺いしたいのは個人的な質問でよろしいでしょうか？個人的な問題かしら。でもそんなはずは。最近は仕事で特に問題もなかったし。いいですか、私本当に聞きますよ。え、どうしたの？竜雲釈風神君はかなり長い間ここにいたようですが、彼女から何か私の幼少時代に関わる話を聞きましたか？幼少時代について？話してなかったわよ。本当ですか？はあ、よかったです。彼女はいつも関係のない話をしてしまうのです。私に関するつまらない過去を喋っていないか心配で。安心して、何も言ってなかったから。そんなこと言ったらむしろ国政も関羽の幼少時代が気になってくるんじゃないか。話さないでください。大丈夫よ、興味もなければ聞くつもりもないわ。関羽には知られたくない秘密があるってことでしょ。他人がそれに口出しすべきではないわ。これは礼儀に関わることよ、当然でしょ。土星論でオイラが口を挟む隙もない。国政さん、あなた。わかりました、ありがとうございます。あなたはやっぱり優しくて思いやりのある、私の思っていた通りの方です。いきなりそんなこと言わないでよ。まあいいわ、相変わらず忙しいんでしょ。早く帰りなさい。そうですね。皆さん、私にはまだ仕事が残っているのでこれで失礼します。国政さんをどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと。もちろん、オイラたちに任せとけ。ありがとうございます。ではまた今度。
そのことは忘れてちょうだい。みんな、ちょっと思いついたことがあるの。さっきのシンくんを見て思ったんだ。もしかしたらかまど神も仙人の可能性があるんじゃないかな。お、確かにありえるな。断言はできないけど、その可能性は高いと思う。それなら仙人に聞いてみようよ。師匠なら力になってくれるかも。師匠、つまりシャンリンの師匠は仙人なの？うん、玉境内にいると思うよ。その人のところに連れてってあげるよ。師匠！おお、シャンリンかい？シャンリンの師匠ってピンバーヤだったのか？これは驚いたわ。師匠、最近どう？元気だった？ああ、元気じゃよ。今日はわざわざバーヤの体を気遣いに来てくれたのかい？こんにちは。師匠、実は聞きたいことがあるんだ。かまど神って知ってる？かまど神か。もちろんじゃ。もしかしてかまど神と知り合いなのですか？そういえば、もうそろそろ月酔祭の時期じゃったな。なるほど、そういうことか。あっ、かまど神について知りたいことがあると？はい、最近かまど神に関連すると思われる巨大な石が海から見つかり、私たちはそれの調査をしているところなんです。そうじゃったか。巨大な石が見つかり、それの調査を。皆の予想通り、わしはかまど神と知り合いじゃった。ただそれもずっとずっと昔のことじゃがの。月酔は元をたどれば仙人の祭儀。それを仙人のしきたりとは無縁のリーユエ人が真似るようになり、そして月酔の名を借りて様々な祭りへと変化した。美しい月夜の日にみんなで集まり、おいしいお酒とお茶を飲んで、料理に舌鼓を打ちながら団らんの喜びを祝うのじゃ。その後、元王帝君がある友人を忍ぶため、これらの祭りを月酔いという言葉でまとめた。天から大地を眺め、月の誓いを行う。昔を懐かしみ、今を思い、団らんを楽しむ。それが月酔い祭なんじゃ。元王帝君。かまど神はリーゆえに数えきれぬほど貢献した。義を重んじる帝君は、この祭りで亡き友を忍ぶことにしたのじゃ。それらの祭りにはかつて存在したかまど神祭も含まれておったはずじゃ。帝君は伝統を重んじる。あのお方のようにできるかはわからないけど、これからは子孫である私たちが受け継いでいかないとね。国政よ、決して自分のことを卑下するんじゃないよ。後世の者が伝統儀式を大切にしていると知れば、帝君も必ずお喜びになる。ありがとうございます。国政様。どうしたの？国政様、行幸様がお呼びです。行幸が私を？重要なことみたいね。私は先に失礼するわ。もし私がなかなか戻らないようなら、行幸のところにいると思うから。行っちゃった。仕事モードの国政、なんだかすごい真剣な表情をしてたね。あなたたち、帝君の友人が誰なのか知りたいかい？知りたい。相変わらず鋭いの。世の中にはそれほど多くの偶然があるわけではないが、失われた祭り、かつての友人、これらはすべて
同じことを指しておる。かまど神はばあやの友人でもあるんじゃ。しかし訳あってかまど神はこの世に存在しない。同時に人々の記憶からも消えてしまったのじゃ。そんな。この事実は誰にとっても残念なことじゃ。ただ魔人は滅びない。わしらは約束したんじゃ。第一に世紀が満ちた時、かまど神は再びこの世に戻ってくると。本当に？よかった。師匠もかまど神のことが懐かしいんだね。かまど神のことを話してる時、とても仲のいい友達のことを話してるみたいだったよ。そうじゃの。あの日々は実に懐かしい。そういえば国政が調査しておるんじゃったな。あの子は根気強く、自分が決めたことは最後まで成し遂げる子じゃ。あの子の活躍を見るのは実に楽しい。力になってあげたいのじゃが、これは彼女にとって非常に重要なものとなるじゃろう。じゃから直接教えてやることはできない。国政の祖父もかまど神について研究しておった。さすが彼の孫娘じゃ。これらの歴史はその謎を受け継いだ国政が自ら解くべきじゃろう。貧乏屋は国政のおじいちゃんと知り合いなのか？もちろんじゃ。リーゆえの者とは皆長い付き合いじゃからの。あの頃は彼女の祖父は今の彼女と同じくらいの年じゃった。まだ若者だったよ。あの二人はよく似ておる。何事にも真面目で粘り強く、恐れることなく挑む姿。リーゆえはばあやにとって大切な盆栽のようなものじゃ。美しく繁栄していく過程を見守ってきたからの。あっという間にまた新しい世代が育っていく。実に喜ばしいことじゃよ。枝に新しい花が咲くからこそ、木は永遠に生きることができる。皆が巨石を手がかりに調査しておるのは正しい。あの巨石こそが失われたかまど神の心臓であり、かまど神に関する秘密もすべてその中にある。わしもその石を見てみたいのじゃが、案内してくれるじゃろうか。ひょっとしたら一目見ただけで石のことがわかるかもしれん。みんな、今ちょうど君たちに迎えを送ろうとしてたところだったの。まさかその前に来てくれるなんてね。国政、巨石に何か変化はあったかい？石の一角にひび割れが生じています。中に何があるかはまだわかりませんが。おい、誰かがこっそり割ろうとしたのか？いや、自然によるものだと思うわ。私たちが持つ刀や棒ではびくともしなかったからね。どうして急にひびが入ったの？それは俗世のいろいろな行いがかまど神の力の源となっておるからじゃ。料理の熱気、団らんの喜び。あと少し頑張っておくれ。真実はもうすぐ明らかになるはずじゃ。かまど神って本によると食を司る神らしいけど、石が割れ始めたってことは誰かが頑張って料理してるからとか？かまど神は世間の力が源となっている。もしかまど神が炎と食を司るのであれば、もしかしたら料理をする時の情熱がかまど神の心臓に伝わってるのかしら。今年の月酔祭のテーマである食と参加は私と行幸が決めたの。参加する人はみんな真剣に準備をしてる。パイモンの予想もあながち間違ってないのかも。それに
月酔い祭の期間中、大勢の人が故郷に帰ってきて家族と食事を楽しむから、最近はどこも賑やかなんだよね。人が多くなると祭りの雰囲気も盛り上がってくるし。リーユエが少し賑やかになっただけで石にひびが入ったってことは、もっと賑やかになったら石が完全に割れるんじゃないか。間違いないよ師匠、そうだよね。試してみるといい。ええ、料理と関係しているのならこちらも好都合だわ。今年の料理王決定戦は屋内で予選を行った後、屋外で決勝戦が行われるの。その決勝戦は民衆が観覧できるようにもなってるから、きっと盛り上がるはずだわ。決勝戦が終わったらかまど神の正体もわかる。そういうことだな。その可能性は十分ありえるわ。私はもう申し込んだから、きっと力になれると思うよ。ええ、シャンリンみたいな優秀な料理人ならきっと決勝戦まで進めるわ。料理対決の話をしてたらお腹が減ってきちゃったぞ。すっごく楽しみだ。明日目が覚めたら